ビリー・ハミルトンはアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク出身のプロ野球選手、右投げ左打ち。ニックネームはスライディングビリー。ルーブロック、リッキー・ヘンダーソン以前に通算投塁数のメジャーリーグ記録を保持していた。1888年にニューイングランドのウースター球団からアメリカガソシエーションのカンザスシティカウボーイズにトレードされメジャーリーグにデビュー。 翌1889年には打率を3割に乗せ、111盗塁を記録し注目されるようになる。1890年フィリーズに金銭トレードで移籍。この年、翌年と3年連続の100トール以上という記録を作る。1891年には打撃面でも活躍し、この年のリーグサイアンダーだけでなく、リーグサイ得点と首位打者にもなる。加えて、 支給数もリーグ最多となり、この年の出塁率は、453にも達した。その後、シーズンごとの盗塁数が100を超えたのは一度だけで、あったが、支給の多さも、相まって、毎年高い打率と出塁率を上げていた。1893年には82試合にしか、出場できなかったが、打率、380で2度目の首位打者となった。 翌1894年には220安打を放って打率も4割を超え支給数128でリーグ最多、投類数もリーグ最多の97とした。またこの年の得点数198はメジャーリーグのシーズン最多記録である。1896年にボストンビーイーターズに移籍。この年と翌年は150得点以上と活躍したが、 1899年シーズン以降は総力の衰えからかそれまでのような活躍ができなくなってきていた。1901年に現役を引退。ハミルトンはメジャーリーグ史上ごくわずかしかいない通算成績で得点数が試合数を上回った選手の一人となった。1940年マッサチューセッツ州で死去。1961年ベテランズ委員会により アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。ありがとうございます。